わちみなみは日本のタレント、グラビアアイドル。本名は非公表。愛称はわちち。福岡県福岡市出身。明治大学卒業。ホリプロ所属。福岡県立周遊館高等学校卒業後、一郎を経て明治大学に進学。ビキニは大学3年生の2016年の夏に初めて来たということで。 プレミアム水着ガールズオーディションに応募、グランプリを受賞し、これをきっかけに芸能界入り、当時出版社の就活であった。2017年、ミスユニバースジャパン長崎大会のファイナリストに選ばれている。2017年5月、週刊ヤングマガジン第23号の表紙と関東にてグラビアデビュー、出版社の就活をしていた。講談社の最終面接とヤングマガジンの 表紙撮影の日程が重なる。後に、ホリプロに所属する。2017年3月25日放送の、静岡朝日テレビ、ピンクスでテレビ初出演。雑誌、ボーチェ公式ブロガー、ボーシスト、3D 動画グラビア、グリビア第一弾タレントを務めている。2018年3月に、明治大学を卒業したことを、自身のインスタグラムを通じて報告した。 2018年11月6日より、インターネット配信業者、アベマ TV の配信番組、ドラゴンホリエにて半年間での東京大学受験に挑戦したが、センター試験の結果、わずかに点差で足切りとなった。本人は、機会があれば、再受験する意思を見せている。2020年7月18日発売の、再造20年7.8月号で、 1> 約1年ぶりのグラビアで表紙を飾った。ありがとうございます。